どうも、キューティク大会、馬田です。おしゃしゃ、ケケケ、ケツゲ、小顔でって、あらお前、役者もくらいでかいからね。というわけでですね、馬面ビデオ、都市伝説シリーズでございます。パカ。何が開いた今でですね、今回も非常に都市伝説に詳しいあの方、関明義をお迎えしております。何唖然としてんだよ、急に。どうした現職考えです。今、こんなって考えるな、お前。ナイスエミあ、どうもどうも。いや、ミスター関。久しぶりだな誰こいつ因縁のあいつまあ、というわけですね。いや、いい、もう外交みたいになるから。今回都市伝説は非常に面白いです。関さんはなんか好きな力士いますか？ダグさん。朝青龍って言えよ、お前。ダグはドルジだけど、本名。あの、力士って、曲げしてるでしょ。あれ今日曲げしてなくない？あ、今日はしてない。こういう風に曲げをしてないと、実は力士、引退になるらしいです。ちなみに力士だとあなた何て名前ありますか？シコナみたいな名前は。なんだ謎の岩とかね。面白いというわけでですね、その都市伝説が本当なのかどうか見ていきたいと思います。ハゲパゲ、ハゲパゲ、ハゲハー。力士の一番致命的なもの、それはハゲです。なんで？力士は負けが言えないと引退と。作れないとってことか。そう。床山さんっていう力士の曲げを言う専門の方がいて、まあ、その人曰く、頭頂部に毛がなくなってきちゃうと、曲げが言えないと。だね。でもこの人は言えるんだって。プロだから。もうここに毛がなくても、サイドの髪の毛を強引にここに持ってきちゃうんだって。ここなくてもだから、強引にこうなんだって。あ、そうなんだ。これでなんとか選手生命を維持してあげるっていう。もう力士界で言ったらもう本当にディアンケトみたいな方ですよね。そうだね。うん。でもね、曲げを一度も言わなかった力士っていうのもいる。この方ですね、名前は太鼓丸法なのか太鼓丸豊かなのかわかんないですけど、一度も曲げを言わずに2012年まで活躍してた力士です。じゃあうまく協会の目を免れたのかと。どうやって免れんだろうね。いや、普通こうやって。あ、それでしこ踏んでんのこれ。体当たりしかないじゃん。ちなみにこの力士はですね、入門前から脱毛症っていう病気にかかったのか。そうなんだ。そう。だから、すべての力士生活をスキンヘッドで余儀なくされたと。ツルツルの力士がいたと。まあ、なんで力士がこの噂が生まれたかというと、力士ってのはまあ体を使う職業だから、体の衰えっていうのが一番のインタビューかと思うけど、髪の毛の衰え、これも感じるようになるとり。で、そのタイミングで力士は引退するから、ハゲたら引退と。そういうことなんだ。まあ、ハゲたら引退って言うけど、力士のあの髪型って、本当に髪の毛に悪い髪型なの。あれもうオールバックにするじゃん。前髪とか全部こう持ってきてここにやるから、ここにものすごい負担がかかるの。そうだね。莫大なエネルギーがここにかかってるんですよ。で、さらに、あいつら油をテッカテカに塗るのよ。ワックスみたいな。ワックスってか、もう油。単純に油。あれお前出てんね。あ、俺はもうあの自我で出してるから。塗ってないよね。塗ってない。出してるんだ。もうこれはもう、だから本当に頭皮に良くないと。結局はハゲを作りやすい髪型になってしまった。だからまあ毛穴に常時負担がかかり続けていると言っても過言ではないと。かわいそうだな。そこに圧かかってんでしょ。そう。ちょっとめでてあげて毛穴を。よしよし。この都市伝説ね、まあ、もう一個あるんだけど、これめちゃめちゃ意外よ。なんか横綱とかが負けると観客席からブーイングだ。いや、座布団がぶん投げられるか知ってる。え、そうなの。え、知らなかったね、関さんね。驚愕するな、一番。危ないよね。いや、そうそう、関さん、その通り、危ないの。座布団が乱舞するんだけど、乱舞して、その座布団が客に当たると、なんと逮捕されるらしいです。客が投げたのに別の客が当たるぞって。そう、当たって、客が怪我したら、これは傷害罪に当たって逮捕されるんだって。確かに、それはされるだろうけどね。やっぱ投げたくなっちゃうのかね。盛り上がるからね。絵的にも盛り上がるから、その協会側もね、実はこれダメだって言ってるんだけど、結局それがないと盛り上がんないから容認してるんだ。投げちゃえって感じ。投げちゃえってことで。つまり、協会がアナウンスで座布団を投げないでくださいって言うじゃないですか。はい、それはもう分かったね。うん。振りだよね。そういうことか。投げんなよ、投げんなよって。そこにお笑いいらないだろ、今。でも逮捕される可能性、これはもう 0.00001% ぐらい。信じるか信じないか、あなた次第です。グッジョブじゃないから。何グッジョブしてんだよ。まあね、力士曲げを言えないと引退とか言うけど、まあ、力士っていっぱいいるのよ結局は。あ、そうなんだ。めちゃめちゃいるのよ、肉の塊。何体？何体？何体でお前ユーマみたいに言うなお前。まあもう実に1万体ぐらいいんじゃない。もう歴代で。でその力士の中でとりわけ面白い名前集めたサイトがあったんで、ちょっとこれちょっと見てみるわ。あ、うん。じゃあまずですね、道具っぽい力士の名前あげます。はい。1人目、ノコギリ万右衛門。多分攻撃切りつきだからだね。あとこれもまさかり男郎ってのもいる。金太郎かって感じだからね。生き物っぽい力士もいますよ、これ。ちなみにオットセイとかいるからね。